なんで？あ、ゆうべさんだ。なんか、なんか、そんな感じだから。不思議な
な夢を見た。銀河の容疑者に乗って星の世界を旅する地上に光の
帰りに虹の橋と同じ国の境を越えて天山愛で溢れ出せ天山愛で宇宙へ天山愛で響かせ流れ天地
まれよ三人が。序盤には東山三十六歩を巡り歩き、死の霊獣鳥辺野に行き着き、そこに埋葬されてきた無数の死体と亡霊たちに出会った。それは地震洪水疾病戦争で亡くなった無数の死者たち、亡霊たちであった。世界は苦悩にあふれている。暗黒の世界、祈り届かぬ世界、よみがえることなく静まることなく沸騰し燃え上がる。怨霊も御霊も亡霊も
咲くゆえに
君を忘れられないんだ。こんなことならいっそこの世から消えてしまいたいんだ。空を見上げてのろた涙をごまかすように。ある日岬の突端で突然高波が襲いかかり、逃げられず飲み込まれていった。このまま僕は逆まく波のボクスとなって、あてどなく海峡を流され沈む。季節外れの魚となって行方不明の外れ魚となって、いつまでたっても僕は君を忘れられないんだ。こんなことならいっそこの世から消えてしまいたいんだ。空を見上げてのろた涙を代わりに、あ、Oh.
ことを唱えても神は見そない哀れみとも心の内から吹き上げてくる悲しみを神は見そなましたも天から遠く離れたさまよえる魂を天の記憶を遠く忘れ果てたさまよい魂なあんだバリアなあんだバリアジョバンニの旅を東山三十六峰と比叡四聖谷を巡るまさに十回五分一年三千世界の旅であった。ジョバンニはそこで巡り合った亡霊たちからさまざまな苦悩と痛みを聞き取った。だがその苦悩の底には御仏の慈悲と草木国土四海成仏の世界があったり、全ての存在世界を包み込んでいた。満開のツツジが丘の中に四聖の全ての谷と三千大三世界を包摂する草木国土四海成仏命の参加があった。
ために生きてきた。道を求めて生きてきた。夢を求めて生きてきた。愛を求めて生きてきた。ハラハラ。
君の名もやめば君の名もやめば土砂降り。ああから終わる時が来た。あなたがくれたの幸せの蛇。神様いつまで続くの夢は。神様いつしか終わるの夢は。幸せすぎたのに終わる時が来た。神様どこまで続くの夢は。あなたと出会った喜びの時、あなたと過ごした幸せの日。幸せすぎたけど終わる時が来た。あなたと別れる悲しみの時。あなたは遠くにいた。あなたを探して私は行くの。幸せすぎたから幸せすぎた日に噛みしめながら、あなたを求めて私は行くの。草木も黒土も仏になるの。あらゆる命は仏になるの。痛みはほどけて悲しみを越えて、すべての命も仏になる。愛情です。
会を比叡山のふもと関西セミナーハウスというキリスト教の関連施設において死生学と老年哲学の交差点というテーマで3日間の朝の9時から夜までびっちりとシンポジウムを行って、その初日韓国からこの最悪の日韓の交流の事態の中で苦難の中お越しいただいた先生方をお迎えし、また比叡山の中に触るスペシャルな伝統というふうなものを踏まえて、まあ、私たちは3人協力して今回のテーマに即した一つの作品を作りました。それが比叡死生谷銀河巡礼、ジョバンニが銀河鉄道からこの比叡山のつつじヶ丘に降り立って、そこで比叡山の神仏の世界に相まみえ、そして、南の方の鳥辺野の方へ行って、その昔から埋葬地とされていたさまざまな死者たちの苦悩を聞き取る、そして、その苦悩を聞き取りながらも、これから未来に向かってどういうふうなこの比叡山の霊性伝統を受け継ぎながら伝えていくことができるのか、生きていくことができるのか、そういう思いを込めてこの45分か50分ぐらいの作品を作りました。世阿弥研究会というのを12年間続けてきた協力者、私の親友であります川村博之さん、関西流の能楽師で京都造形芸術大学の客員教授、京都鎌田さんとはですね、鎌田さんとは世阿弥研究会でご一緒させていただきます。鎌田さんもいろんな顔を持ってまして、神道ソングライターでもあるので、ある時に鎌田さんが新作のをしてくれという話があったんですけども、新作の私はそんな才能がないので、じゃあ、せっかくやったら鎌田さんの神道ソングライターに合わせてまいりましょうと言ったのが京都大学のランプルの応援が1回目です。それから鎌田さんからお話があった時に、私が時間が空いてたらいろんなところでしました。思い出が深いのはここの聖教殿でも、の前は参りました。2011年の3月で、東日本大震災の直後です、はい、今日は11回目です、安室奈美恵さんが最後のコンサートした宜野湾でも JAXA と一緒にの前を参りました。でこれは私は能舞と言ってます。能楽というと関世宗家からお叱りを受ける可能性があるので破門される、はい、可能性がある。能舞やったら、あ、これは能舞ですというような言い訳ができるので能舞になりました。で由良部さんと一緒に舞うのは今回が初めてです。私の実家の河村の舞台で3回ほどリハーサルを重ねてきました。はい、今後ともよろしくお願いします。一緒にコラボレーションしてくれたのは、今年の2月に出会った由良部雅美さんです。一言ご挨拶をお願いします。いつも踊った後ってちょっとおーっとした言葉が出ない言葉がね、本当出ないんですけど、まあ何とかちょっと頑張って
まあ、お話いただいて、まあまあ、もう2人の10回やられてるってことなんで、なんか、まあ、ある意味で多分かなり完成されてる世界に今僕が、ま入っているかなみたいな感じもあったんですけど、まあまあ、もしかしたらなんかすごく共通したところはあると思うんで、まあ、鎌さんはご存じで報道とか、まあ、さまざまな宗教性とか、まあまあ、生と死の、出ましたし、まあ、お能は、まあ、それこそ、まあ、死者を、まあね、そうですね、祈りと鎮魂なんで ね、その由良部さんの待ってるのと共通点がありますね。そうですね。でまあ、僕も、まあ、その、まあ、そういう伝統のあれではないんですけど、まあ、ある意味でそういう、まあ、なんていうかね、ここ僕自身も今例えばこう60歳の男でとかそういうこう見えてる世界以外に、ね、60歳だけど60歳じゃない、男だけど男でもない、人間だけど人間じゃでもない、まあ、生きてるけど生きてるのかなみたいな、まあまあそんなこうそういうのがまあなんか自分の中であるし、ね、自分の中の踊りを語りある意味ですね、はい、それだけ世界だと思ったんで、なんとかまあまあお邪魔じゃなかったまあまあ新しい挑戦でした。ありがとうございます。はい、これからも機会があったら、3人あるいはペアでまあいろいろな作品世界を作っていけたらいいなと思っています。ぜひ皆さんも関心がありましたらまたご鑑賞いただければ幸いです。今日は遅くまで、この能舞台で、ご観覧いただきまして本当にありがとうございました。これからもよろしく。